皆様、本日はジャパンキャンピングカーショーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。私、YouTube キャンピングカー TV のタックルと申します。今回この動画では2月3日金曜日から4日間開催されますジャパンキャンピングカーショーの様子をお届けしていきたいなと思っております。まず、僕が今いるのがイベントシンボルの前なんですけれども、これも今回初めての試みということでございます。やっぱり日本、 最大の、そして今回はアジア最大のイベントということで、こういったモニュメントも作られているわけでございます。さらには初めての企画ということで、僕たちがいます、このイベントシンボルの隣、プレスインフルエンサーラウンジということで、僕たち YouTuber を中心に、その場で動画を編集したり記事にしたり、ちょっとカフェになっていたりというような試みも今回あるわけです。 さらに、この会場ではですね、季節、春、夏、秋、冬をモチーフとしたブースも展示されております。飲食ブースだったり、アウトドアブースだったり、昆虫ブースだったり、大人から子供まで楽しめるイベントとなっております。続きまして、このモニュメントの奥側にありますメインステージでは、今回たくさんのステージも用意されております。私タックル、日曜日の11時からですね、 急遽、ソロのステージに立たせていただくことにもなっております。タイムスケジュールには載ってなかったので、ぜひ皆様お越しいただければなと思っているところでございます。さあ、やってまいりました。ジャパンキャンピングカーショー。もちろん、このイベントの一番大きな魅力というのが、各社、力を入れて展示している新作のお車かと思います。ここ一番の一番気合いの入った、 新作、車の台数を展示しているということでございます。本日ですね、この後この動画のまま、えー、この会場を回っていきますので、ぜひ皆様、このまま動画をご視聴いただければというところでございます。僕もワクワクしておりますので、行ってみましょうレッツゴーでは、こちらがホール1の端っこということですね、になります。一周、この会場をぐるっと回っていきましょう。 まずホール1のところにございますのが東和モータースさんでございます。海外のお車ですね。このように大きなサイズのキャンピングカーからハイエースのバンコン、そして軽のキャンピングカーまで幅広くラインナップされています。奥までね、ずらーっとキャンピングカーが並んでおりますので、並んでおります。 あと、えー、ニューモデルもね、今こちらに書いてありますけど、スプリングニューモデル登場というふうにも書いてありますので、こちらにも新作が展示されているということでございます。続いてそのお隣です、ボナンザさん。えー、アメリカのトレーラーの、えー、展示でございます。そのまま縦にずらっと行きましょう。フィールドライフさん。 2023ニューモデルの参考出展車両ということで、K のポップアップのお車も展示されてます。そして奥にはシリウスという、えー、セミフルコンですね国産でこのサイズの、えー、セミフルコンのキャンピングカーっていうのは、結構珍しいので、本当に日本のビルダーさんでも数社しかね、えー、やっていない、えー、お車の一つになります。 このように皆様準備をね、えー、していただいて明日に向けて準備をしているところになりますよろしくお願いしますお世話になりますよろしくお願いします続いてこちらが RV ランドさんですキャンピングカーの楽園ということで RV ランドさんもちろん注目はこちらのフィアットのデュカートでございます かっこいいっすね。中はまたベッド紹介ね、させていただければと思うんですが、グレート。このフィアットの新作のね、えー、ニュースっていうのは、本当キャンピングカー好きの皆さんはたくさん目にしたことだと思いますが、その新作をも,もちろん展示されています。続いてこちらがインディアナ RV さんです。 神奈川県にあるトレーラー屋さんですね経緯免許のいらないこのようなコンパクトなサイズのトレーラーもねもちろんあるわけですやっぱり経免許は本当にあのトレーラーのためにね取る方ももちろんいますけれどもなければ本当1人2人で普段使う場合はあのー、このね経緯免許いらないサイズで旅に出るっていうのも一つねあの選択肢として面白いんじゃないかなと思っているわけです 続いてこちらが三島大発さん、静岡の会社さんです。こんにちは、お世話になります。お世話になります。以前、あの、僕がね、テレビに出させていただいたときにもご紹介したこちらのクオッカー。富士のヒノキをね、えー、ベースとして作られているお車です。トランスフォームするんですよ、これ。で、室内が、あの、まるで、 お風呂とかサウナのようなね、本当にヒノキのいい香りがするお車なので、ぜひ会場でその匂いとともに見ていただけたらなと思ってます続いてこちらがエンタメアウトドアゾーンということで、今、準備中なんですが、いろんなアニメとかの展示もあるみたいですね、こちら。はい で先ほどご紹介しましたフードエリアの春ゾーン、こちらにもね、えー、フードエリアが2つに分かれてたと思いますが、そのうちの1個がこの春ゾーンということで、1ホールの、えー、右奥ですね、に、えー、展示される予定です。そして、スマイルファクトリーさん、ポップアップの形がね、珍しい。普通はね縦にこう 全方向、後方向に上がるタイプのポップアップが多いですが、これは横方向に上がるタイプのポップアップ。このね、形珍しいですよね。そして、ドンこちらがナッツ RV さんです。ナッツさん、もちろん、最大級のブースの広さということで、毎回僕は基本的には、 このボーダーバンクスといったところをね、国内最大級の車ということでよくご紹介するわけなんですが、今回ご紹介したいお車が、あの奥にありますフィアットのデュカットでございます。ナッツさんもフィアットの新作出してきてます。後でね、ちょっとご覧いただきましょう。はい。そしてこちらが、 セキソボディささんんでですすね埼玉の会社さんです、えー、トムというシリーズのキャンピングカ、えータウンエースのベースのトムそしてハイエースベースのトムということで、えーまあ、サイズが、ね、こっちの方が大きいよということで、えー、バンクの部分運転席の上の、ね、おでこの部分がスタイリッシュで特徴的なお車になってます。 そしてこちらがインフルエンサーラウンジということで僕たちがいるところです。わ、せっかくならちょっと。します。お世話になります。ちょっと見てもいいですいいですか見ても。せっかくなんで。お邪魔します。いいですかちょっと見ても。お邪魔します。すいません。お邪魔します。 すいません。お忙しいところ。あの、すぐどきますんで。ごめんなさい。あ、すごい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 。もう一回やってください。すいません。すげえ。こういったのも出てくる。自動でね、電動で出てくると。だところ。あ、標準装備。ありがとうございます。あと、こうやって足元のところを照らしてくれる。 ライトからやっぱりあのベースが海外のマ、えーまあ、フィアットのデュカトということで中の作りもちょっとやっぱり海外っぽい今までのキャンピングカーとはまたちょっとテイストの違ったようなあの雰囲気がありますね特にこういうステップの、えー、ところは日本のキャンピングカーの中ではあんまり見ないスタイルになってますねそして後ろす,すいませんお邪魔しますあすごい面白い前のところも えー、テーブルね、ついてましたけど、後ろにもこうやって対面して座れるような、ほんとラウンジみたいな感じになってますね。あでベッドがこれ、上についてますんで、これが下に降りてくるんですね、そこにレールがついてますんで、この上の部分、これがベッドなんですけど、これが降りてきて、ここで寝ることもできると。 いうようよなな作りになってますもう一個は、あとはね、こう、リアのハッチ、後ろの部分が大きく開くっていうのも、えー、今までね、キャブコンではなかなかこういうスタイルはないですからね、そこは海外の、えー、バンコンの、えー、一つの魅力かなというふうに思います。えー、面白い。あ、こっちはカラーリング違いですね。白もあります。いろんなね、やっぱ夏さんの最近のカラーリングといったところ、感じますね。すいません。これ、あの、ベッド降りてくるんですよね。そうですよね。 めちゃめちゃいいわ。かっこよ。この見た目も含めて、やっぱりね、今までのキャンピングカー、日本のキャンピングカーにはなかった新しい時代が、えー、ここで一つね、見られるんじゃないかなといった感じがします。そしてここが今、メインのステージです。 続いてこちらが夏ゾーンということで、アウトドアのね、戦う昆虫展夏ゾーンということで、すごいお子様たちがね、楽しめるように昆虫が展示されてたりもしますし、向こうにはアウトドアのギアがですね、ついてますね。テントとか、そういったもののギアもね、展示されてます。続いてこちらは、j a l バ日本 RV 協会の、えー、ブースですね。 はい。そしてこちら側にはエアストリームの展示もあります。やっぱかっこいいよな、エアストリーム。はい。そしてこちらタコスさんのブースです。今、ホールさんの方まで、まず横に歩いてきました。花とかベリーとか。 東京にね、えー、お店があるのもアクセスの良さっていうのも一つタコスさんの魅力なんじゃないかなというふうに思ってますが、えー、ハイエースのバンコンから、ハイエースベースのキャブコンまで、えー、展示されています。続いて、ホールさんの、えー、奥側ですね。後ろを向く、えっと、入り口側を背にすると、左奥になりますが、トイファクトリーさんです。えー、トイファクトリーさんもこちら、 フィアットのデュカトの新作、ユーロバーデン、ニューラインナップということで展示されてます。お、しかも、ポップアップもある。これデュカトのベースの、ポップアップのお車もありますね。面白いぞ。 そしてそそししててこちらがルートシックスさんですそしてキャンパー、厚木さん。あの横幅が174センチということで運転ねしやすいよといったお車、これがパピーのフルハウスというシリーズあのパピーというシリーズなんですがもう一個、こちらですね。 パピーの210ということで、立体駐車場に入る2メーター10センチの高さのキャンピングカーも展示されてます。これポップアップがつくことによって高さを確保できるよといったところで、キャブコンのポップアップ、新しいスタイルの一台も展示されてます。はい。そして続いて反対側、フロットモビールさんです。 シュピーレン。あの、ベッド展開が本当に簡単でね、パターンと、え本当一瞬でできるのが魅力なんですけど、一人、二人でね、車中泊を気軽に楽しみたいという方にぴったりなお車が3台展示されてます。そして、マックレイさんのデイブレイク。でかいわ。これはでかい。 キャンター、フソーのですね、キャンターをベースとしたキャブコンです。デイブレイク、上の部分もほら、こうやってキャブコンになってます。これは、やっぱトラックのベースのね、違いもあるんでしょうが580、バレンシア580ということで、5メー80のサイズなんだと思います。大きい。そしてキャンピングカー、長野さん。少し前にね、動画出させていただきましたが、特許出願済みという、この、えー、クーラーシステムの、 部分ですよね。お客様の要望を聞いて進化し続けているということで、この部分のね、えー、進化も、えー、少しずつ、あの、毎回会うたんびに進化してるという形なんですが、そんなお車が3台展示されてます。そして日産ピーズフィールドクラフトさん、日産のキャンパーですね。 しかも今回これ新型車だったんじゃし、あの、車両だったような気がするんですが、その辺はちょっとホームページ皆さんに見ていただければと思います。続いてドリームエイティスは北海道の会社さんです。ウォークというシリーズのキャンピングカー屋さんなんですが、あ、こんにちは、お世話になります。ますありがとうございます。 やっっぱり北海道とということがあってね断熱だったり四駆だったりといったところのやっぱ知識が強くある会社さんだとも思いますんでこのジャパンキャンピングカーショーもね出てくれると寒い時期にスキー行きたいよとかっていう人の相談にも乗ってくれるんじゃないかなと思います続いてカーインテリア高橋さんインテリアという名前がついてるだけあってなんかすごい綺麗なんですけどリラックスワゴンというシリーズが えー、僕の中でもね会員、えー、テリア高橋さんの中で一番すぐに出てくるんですけど今回このネオユーロというお車も、えー、展示されてますタウンエースベースのキャブコンですね面白い形かわいい形してますよね松沼ボンゴという車トラックが生産終了になりましたのでこのライトサイズのお車というのが今基本的にはああいうタウンエースになってるわけです続いて九州から RV トラストさん 今回新作が出てるということでこのジョインというお車です。えー、右側の窓のところをですね取り外してエクステンションこのハイエース専用の窓をつけることによって断熱性をさらに高めたりといったところのメリットもございます。後ろもね出てますので室内の広さももちろん確保できるんですけどさっき言ったような断熱性静音性といったところがね高齢をつけることによって一層高くなるわけです。 お疲れ様ですもちろんねボーレロも展示されてます一回戻ってくるのかなはい。 続いてこちら、キャンピングカー広島さんのブースです。ピコというですね、あ、ピコジュニアだわ。ピコというキャンピングカーもあるんですけど、それのジュニア版ということで、どういったところがジュニアになってんだろう。ごめんなさい、ちょっと勉強不足なんですが、ぜひね、皆様も会場で見ていただければと思います。そしてその反対側、西尾張三菱自動車販売 株式会社さん三菱の、えー、お車をキャンパー仕様にポップアップにしたりとかアウトドアね遊べるようにしているわけですキャンピングカーのベースの幅もやっぱり広がってきてますよねこうやって見るとねこの数年で続いてこちらが LT さんですねあ、さうなりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますお疲れ様です レガーードというキャンピンピグカーこれやっぱりキャンピングカーの名車というふうにも言われますけど僕はねこのやっぱりスタイリッシュな形もかっこいいなと思うんですよ。このベースの車からのフォルムをそのままキャンピングカーにしたみたいなねこの流れる流線形のデザインもそうですけどこういったところがねかっこいいなと思うわけです。 続いていきましょう。ゴードン・ミラーさんです。このちょっとアメリカンなバンっぽいような、えー、お車のイメージが強くありますが、今回こういうちょっとサイズの小さいお車も出てますね。うんうん。一人であの車中泊行くよとかっていう方にも向けた、えー、こういったね、ちょっとアメリカンテイストなお車も展示されてます。 そして続いてこちらが、東西アテオさんのブースかな、これは。だと思います。あ、そうですね。はい、h o b という海外のえこのトレーラーなんですけど、むちゃくちゃかっこいいですよ、中。このテールランプもそうですし、中から見えるこういったテレビだったりとか、えちょっとラウンジスペースのような、もう高級ホテルみたいなね、トレーラーの一台になってます。 そして、アルフレックスさんです。関西の会社さんだったと思います、京都だったかな、の会社さんだと思いますが、ハイエースのこの、すいません、ハイエースのね、中をこうかっこよく、えー、乗るようなカスタムが得意な会社さんです。結構、中派手めのね、かっこいい系のお車の印象があります。 続いてこちらがロータスさんのブーーススになります。ロータスさんのところに、えー、九州のホワイトトップさんもね、えー、こちらが出店されてますあバワンショップ三上さんもここにいらっしゃるんだ九州組がここにいるのかなテントムシもね展示されてます緑の可愛いやつです そしてこちらが UI さんですね。ハイエースのカスタムのパーツとかをね、あのー、強いイメージがありますけれども、やっぱりハイエースなので乗った後のカスタムをどう楽しむかっていうのも、えー、乗った後の楽しみ方の一つじゃないかなと思います。続いてこちらがリンエイさんです。お世話になります。アカンチェスというシリーズ、えー、ハイエースとか、あとタウンエースとかね、最近はミニの K のね、バカンチェスもありますけれども、このシリーズのお車がたくさん展示されてます。僕はよくあの、神戸のね、キャンピングカーショーとかでもね、仲良くしていただいてるんですけど、このように展示されてます。続いてこちらが加藤モーターさんのブースです。 ビーチワゴンプロフェッショナルって書いてあるけど、どういうことなんだろうダブルデルスタイル、ズー。あ、でもブルームーンですね。ブルームーンとズーと DD ということで、加藤さんのところもね、よくあの、特集させていただいてますが、大人気の、えー、3台ですね。出展されて、あ、4台か、奥にも一台ありますね。出展されてます。 続いてこちら OMC さんです。去年のジャパンキャンピングカーショーの時に特集をさせていただきましたね。えー、銀河とか、えー、そういったところのお車が、えー、レイアウトが面白いんですよ。これあのー、縦方向に、ハイエースの縦方向に寝るスタイル、寝台列車のような、えー、スタイルというのがまたね、面白い一台でございます。今回ジャパンキャンピングカーショーにね、出展されてますんで、ぜひね、こちらも見ていただければと思います。 そしてキャンパー鹿児島さんしょ車が動くかかなな大丈夫かなもちろん九州の会社さんなんですがハイエースのカスタムを、えー、されている会社さんですリチウム、あの電装系システムとかクーラーとかにね強いイメージがあります。 そしてこちらがオートショップ東さんニューモデル登場ということでトヨタベースのお車ですね。コレーガというお車。あでもこれは朝倉さんのポップが出てるけども、なのかな出展されてます。だんだんと入り口に近いところに入ってきました。ミスティックさんのブースになります。このトラック。 ベースのトラキャンっぽいねかっこよさがあるわけなんですが注目はやっぱり何といってもこれだと思いますこのアンセイエ今回新型になったということで外側がね変わったんですよ特にこのねバンクの部分なんですがちょっと上にポコッと上がってるでしょなのでこのバンクの部分が広くなったりもしているということで、えー、こちらあの社長さんに 撮影の許可いただきましたんで、また後日別動画としてね、こちらもご紹介していきたいなと思ってますが、これもね、新作が出てるといったところでございます。そして ATV 群馬さん。オンラインキャンピングカー、サイバーキャビン。ハイエースのね、お車だったり、 あ結構出店されてます、ね、奥の方には、軽のコンパクトのね、サイズのキャンピングが、キャンパーも出展されてます。これが、えっと、大きい方のホールは、こっち、ね、この通りが最後になりますね。こちらがですねか、えー、カーショップ37さんです。九州の会社さんです。あ、お世話になります。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 皆様にこうやって声をかけていただいて楽しくね今日も撮影してるわけなんですが僕もねなんか見るものがすごく新しくてむちゃくちゃ楽しいですわはいそしてこちらがオートマンさん神奈川県のですねにある会社さんです K の専門店の会社さんになりますあなんかこれベースが。 いい K のね、キャンピングカーといっても、演奏がしっかりしてたりとか、電子レンジついてたり、あのー、シンクついてたりとかする車もありますんで、K だからといってね、あのー、装備がいまいちなんじゃないのっていうことももちろんないわけです。続いてこちら、RV ビッグウッドさんです。ビッグウッドさんにもね、いつも大変お世話になってるわけなんですが、僕が乗ってるスイング、これもですね、出展されてます。今回は、この、 プルミエですよ。この間僕がテレビに出させていただいたときにもご紹介しました。このプルミエ。テレビでね、あの、妻夫木聡さんと桜井翔さんが乗ったプルミエがここにいるわけです。こんにちは。お世話になります。そしてこちらが a to z さんのブースになります。 あ、なんか打ち合わせ中かなこんにちは。よいしょ。ちょっと打ち合わせ中だったみたいなんですが。あ、かわいい、このカラーリング。あのけん、ちっちゃめのキャンパーをこうやって大きい形にするのが最近 a to z さんの中では多い印象があります。 まあ、もともとアミティというお車が A2Z さんの代名詞というぐらい本当に名車の一台だと思いますけれども、まあ、それに似たような感覚で乗ることができる、このね、今言ったように小さめの車を広く使えるようなカスタムが強い会社さんだと思います。そして今、ホール2ですね、メインの入り口の目の前になりますが、こちらにドンと構えていらっしゃるのが K ワークスさんでございます。ちょうど今、 僕の YouTube で特集を込ませていただいておりますが、新型のトレイルワークスだったり、アーチザン。K ワークスさんの中でも最高傑作と呼ばれるようなアーチザン。こちらもですね、出展されてます。ぜひですね、その詳細の動画も見ていただきたいんですが、間に合ったのかな、アーチザン。ねえ。ちょっとチラッとまた見ましょうか、せっかくなんでね。ちょっと覗いてもいいですすいません。 ちょうどやってるところに。間に合いました間に合いました、車。<laughs> 今ね、ちょうど特集組ませていただいてますが、本当に社長が言うように、K-Works 市場の最高傑作というようなアーチザン。ありがとうございます。タイプ1、タイプ2ですね。そして奥にはですね、ラギット版。お世話になります。 あの横乗りのシートと前向きの3列シートということでえその辺りがですねタイプも選べるよということでこっちがタイプ2ですねこっちがタイプ2になります詳しくはね詳細動画見ていただければというところでございますおっきいホールは基本的にはこれがメインになるのかな一周ぐるっと回ったんででは続いて反対側のブースも行ってみましょう続いてこちらがホール4ですね え、になります。こっちからも入場することができます。今僕がいるのは、ここの通路を通ると向こうのホール1から3につながって、こっちがホールの4ということです。まずこちら入ってきました、ホワイトハウスさんです。あ、すごい、ここにも。日本 そういう入元。えー、あ、すごい。なんか、ワー、ウィズアウトリミッツ。フィアットのなんか、中がすごいことな。面白い。あ、なんか工具とか入ってるし。今年は本当になんかデュカトの一年になりそうな感じがしますね。続いてこちらが、秋ゾーンになります。春、夏、秋、冬の秋ゾーン。 今ちょうどねスタンプラリーとかチャージコーナーって書いてありますね作っていらっしゃるところですすごいホワイトハウスさんは車がいっぱい展示されてますわこういうポップアップもそうだし やっぱりこういうポップアップのイメージ強いですよね、ホワイトハウスさんは。ハイエースのポップアップだったりとか、あとは普通車と呼ばれるような車をポップアップして、ちょっとね、キャンパーにしていたりとかっていうところもね、イメージとしてあります。続いてこちらがフレックスさんですね。ハイエースの専門店の会社さんです。僕のね、仲良しのゴンちゃんもフレックスで4日間いるみたいなね、話なんと思うんで、 ぜひ皆さんも会いに来ていただければなといったところです。こっちの方がまだちょっと準備が、準備中って感じですね。フィアット、ハピキャン。あ、すごい。ゆるキャンのグッズとか持ってる。かわいい。 あ、で、こっちには RV パークのゾーンがですね、あるわけです。やっぱりキャンピングカー買ったらこのね、RV パークをね。あら <laughs> お疲れ様ですすごい、矢田川ゾーンですね。はい、矢田川の皆さんです。<laughs> 4日間よろしくお願いします。お願いします。駅長、お願いします。これカットしないからね、安心してください。 <laughs> それよろしくです。みんな友達なんで、あの、僕のね、ファンフェスとかも、あの、本当に皆さん手伝っていただいてたりしますんでね。あ、どうもです。お疲れ様です。そうなんですよ。あの、本当に皆さんに遊んでもらってって言ったところです。そして、えっと、今、ホールの5のところまで来ました。マンテックさんのブースになります。マンテックさんもね、やっぱりすごい大きなブースなんですが、 あ、あとフジカー図さんですね、こっちは。こっちは藤図さんのブースがあって。で、こっちにバンテックさんのブースがあって。え、今、ホール後のですね。えー、通路側のところにいます。ちょっとなかなか。 通路がどうなってるのか。今皆さんまだね、準備中なんで、あれなんですが。続いてこっちかな。あ、ステージ21さん。ですね。あ、ニート RV さんもこの奥にいらっしゃいますね。ウィネベーゴというアメリカのね。あ、ソリス。というお車が展示されてたり、ね、ポップアップのね、お車もございます。奥にですね。 あすごいな何かおフォーシーズさんのお車があってカスタムセレクトさん今ね午後の4時過ぎなんですよ木曜日の。 4時過ぎ。明日ね、いよいよ開幕ということなので、本当に皆さん、もう漏れのないように準備をね、していかなきゃいけないということで。あ、レクビーさん。レクビーさんはこっちにいらっしゃいましたね。お疲れ様です。えー レクビーさんも結構ね、新作出されるっていうね、トレーラーとかが新作で出るっていうね、お話があったんで、最後のまたちょっと見ましょうね。ほい。ラクネルさん。プチキャンさん。キャンピングカーとかの、とこういうパーツだったりポタ電ンとかね、そういったところも展示されてますんで、 車中泊をねこれからより快適にしたいよという方も、えー、楽しめるようになってますノニデルさんあラミータじゃんネストツールズさんとキャンピングカー OZ さんあなんかカノ可愛くなってるステッカーついて そして、これが最後のところかな。ぐるっと回ってきました。これが今、ホール後のえっと奥側ですね。正面のところにあります。ダイレクトカーズさん。おお、なんか新しい車あるな。しかもビールに積まれてるのもあるし。あ、すごい。モビリティホーム。あ、これモビリティホームだ。カラーリングが違うから。 初めましてかと思ったら、モビリティホームハイエースのキャブコンですね。だったです。お疲れ様で。こんにちは。お疲れ様です。い遊びに。<laughs> あ、すごいなんかこの辺に。新車両のアンベール式ということで、新作なんですね。きっと。今こうやってベールに積まれてますわ。 良かった動画、この、レールの後で。これ勝手に撮ったら、まずかったわ <laughs>。ええ、楽しみ。金曜日の12時に、出るみたいです。どんなお車なんでしょうね。ぜひね、そちらも動画にね、していきたいなと思います。そして、あ、ファンルーチェさんですね。あ、ウラルもなんかカラーリングがツートになって可愛くなってる。ええー、可愛い。 そして、アネックスさん。あ、すごい。リバティの2023だって。やっぱ、どこもすごいわ。新作がいっぱい。お疲れ様です。これも20 2023モデルって書いてありますね。ハイエースのポップアップ、むっちゃ可愛い中。 やっぱりこういうなんか最近ウッドが流行ってるんでしょうね。いそしてこれがフィアットのモデルですね。今ちょうど準備の真っ最終といったところです。 本当にどっちを見ても楽しいんで、ブース。めちゃめちゃ楽しいですね。あ、でも今撮影してる、こっちがね、レクビーさんのブースで、新型のトレーラーなんですが、ちょっと今ね、カメラのスチール撮影とかしてるんで、また後日改めて撮れればな、といったところです。というような形でですね、一周回ってきました。 はい。ということで、えー、ジャパンキャンピングカーショー、いよいよ開幕ということで、えー、僕たち YouTuber、あと、他のメンバーもいるんですけど、えー、金曜日は、今集まっているのはこのメンバーということで、えー、とりあえずね、車の展示も進んでるところでございます。丸原さんもおいで。丸原さん。はい。丸原さん映ってるはい、ありがとうございます。ということでですね、えー、僕たち YouTuber も、えー、このイベント盛り上げられるように4日間頑張りますので、ぜひ皆さん会場に遊びに来てください。それでは、さようなら 会場でお待ちしてます。